はいどうも、はじめまして、石原健司です。ゆたくたかえの浦野と申します。いや見ちゃった。どこら辺から見てました？最初から見てなかったですね。裁判のあたりからかな。まあ、あの本当は見るのは嫌なんですね。見るとね、追体験しちゃうんで、ぐったりするんですけども、まあちょっと、トークもすることだし、やっぱ見ようかなと思って途中から見たかな。まあ、当事者ですからね、まさに。そうですね。映画どうでしたか、皆さん。映画見てね、僕最初の印象はなんかちょっと音楽使われてる音楽がちょっと安易すぎるんじゃないかなとか結構もうちょっとさなんかないかなっていうのがいろいろあったんですけども、まあまあまあそれはそれでいいんですけど、気づきませんでした。あ、はい、そうそう。あとまあ友人の見た人の印象では、あの最後のシーンでなんか伊佐さんがサックス吹いてたり、源さんがドラム叩いてたり、なんか芸達者すぎるんじゃないかって、なんか何なんだこの本当にそういう普通の人たちが暮らしてんのかみたいなって思われると思うみたいなさ、そういうあれだったの。まあたまたまね、そういう、人たちがまあまあ集まったではあるんですよね。ね、何から話そうかな、どうしようかな、そうどうしようか。2007年から僕たち6年以上、座り込みというのをやっているんですけれども、その今までの間に、まあ何も知らずに、初めまして、座り込みという言葉も知らなかったし、まあ、僕そもそも、沖縄の人間ではなくて、21年前にこの沖縄が好きになって引っ越して、で那覇でいろんな仕事をして、たんですけども、7年ぐらい前にちょうど、まあ、まさにヘリパッド問題が起きてから、もうジャストぐらいの時にジャストタイミングかな。那覇から高江に、そうそう、長男がね中学校にね、中学校に入る時期だったし、ちょうどなんていうかな、これタイミングとして、田舎暮らししたいってかみさんも言ってたから、よしみたいな感じで、でまあ映画の中にちらっと出てきたんですけど、森岡コーチっていう、まあ、畑やってるやつがいて、そいつが家建てたっちゅうんで、お祝いに遊びに行ったら、なんかここいいとこだなって言ったら、たけしお前嫁も子供いるんだから、うちの集落高江校ってもう本当に子供が少なくて、小中学校合わせて、まあ、今期でも13名なんですね。でまあ子供が少なくて副学級副学級みたいなことになっちゃうんで、でまあうちの次男の学級がちょうど校長先生が喉から手が出るほど欲しかったみたいで、次男さんだけでもいいから来てくださいみたいなものすごいこのラブコールで、だからまあ高井君にもすっとまあ入れたっていうのもあるんですけども、まあそんなそのいきさつで入って、でまあ実際その北部訓練場があることも知ってたし、知ってたっていうか、まあその高江区ってもう沖縄県内でもほとんど知られてなかったんですね。全くというほど知られてなくて、僕も知らなかったし、でも行って、あヘリコプター飛んでるから、あこれ北部訓練場ってあるんだなと、それは知ってたけど、実際そのなんていうかな、その沖縄県っていうのは、まあ皆さんもちょっとは分かっていると思いますけども、もう沖縄県自体が、この沖縄という島自体がもう、米軍基地の島であるし、その基地にまつわる事件事故問題っていうのはもう日常的に尽きないんですね。だからそのあまりその深刻に捉えてなかったんですよ。まあ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 あるよねぐらいの感覚で、どこでも同じ、そうそうそう、感覚で、まあ、実際その、高江区に引っ越したら、まあ、ジャストタイミングでそのヘリパッドを新しく作るということになって、公民館に、区長、その時の区長さんが総会を開くから皆さん集まってくださいと、まあ、なんやらなんやらって言って行ったら、その防衛局の、職員の人がずらっと並んでて、小さな公民館をぐるっと囲んで、どうぞお入りくださいみたいな感じで入って、でマスガっていうこの
企画部長がこのパワーポイントとかこのプロジェクター使ってこことここに作ります、ね、鎖国合意、によって決められた、沖縄の基地負担軽減、北部訓練場過半返還によってですね、基地負担軽減をしますので、残される、返還以外の残される土地に、ヘリパッド6個移設させてくださいと。でこれに関しては、環境アセスメントも済ましてますので、行政手続きも済ましてますので、高井区住民のご理解とご協力をお願いしますというような感じでバラバラって言われて、変えられちゃった。あ、もう最初からご理解とご協力をお願いします。そう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 、うん、そうだったね。何か質問ありますかとか、そういう頼むのは、いや、ね、なかった。なんか最初はなかったね。で、質問を しようにも何を質問していいかわからない。そう、環境アセスメントって言葉も後で勉強して知ったし、鎖国合意って言葉もそうだし、その全てのそのなんていうかな、特殊な用語が多かったからさっぱり分かんなかった。ヘリパッドっていうのもヘリポートとヘリパッドがどう違うのか、まあ、格納庫があるかないかなんですけども、まあ、そういうのも知らなかったし、でそこからあまりにも何もその言い返せないし、実際にその区の周りに6個作られるってことはまずいだろうってことで、まあ高井区では区のね、ちっちゃい区だけど、そのまあ国会じゃないけど区議会があって、でまあそれでまあ建設ヘリパッド基地建設反対決議みたいな、まあ念押しで2度やってるんですけど、まあそういうのをやってるんですよ。で、実際その2007年の7月にダンプが来て工事が始まっちゃって、たまたまその時に、高江に来てた、バックパッカーの若い、カップルが、野宿してて、でなんか、ダンプが来たから止めたんですけどどうしたらいいんですかみたいなことになって、じゃあ行くわって言ったら、まあそういう、もう工事が始まるっていう状況で、でまあ僕らちょっとこの運転手さんあなたたちも仕事なの分かっているけど、こうこうこういう理由で僕たちはこう作られてほしくないから、あなたたちを仕事をさせるわけにいかないから帰ってくださいっていう感じで、そっからまあ本格的に座り込みっていうのが始まったんですけど、最初その座り込みっていうのがあるらしいって聞いて、まあやってみるみたいな、僕たちはそのなんていうんですか、住民運動とか、うん、市民運動とか、うん、そういった経験は全くなかったんで、そのどうしたらいいか分かんなかったけど、まあ座り込むでいいんだったらやろうかと、うん、じゃあやってみるって感じで、だからなんていうか、このヘリパッドを作らせるのを断固としてやめさせようとか、そういう固い決意のもとに始まったんじゃなくて、やってみようかみたいな、柔らかい、そんな成り行きで始まったっていう、まあ、で実際それがそれから止めていくことになったっていう感じなんですね。やっぱり最初はその生活を守りたいというか、子供たちこれね、はっきり言って、もう今日出てきたその高江の住民メンバーの中でも、もうみんなね、それぞれの意見があり、それぞれの思いがあって、みんな様々なんだよね。だから一枚岩でもないし、だからこれ俺個人的、石原武の個人的な意見で言うと、その、まあ、家庭とかそういうものももちろんあったけど、その前に作っからよろしくってなんだよと、もうちょっとなんか物事にはあの話の順序があるんじゃないのって、作っからよろしくってそれはないでしょと。でもでまあ実際いろいろ調べてみたら、これはもうちょっと大ごとなんじゃないかって言って、でそのまあ今もそのまあヘリは飛んでるんですけども、オスプレイも飛んでるけども、そういう実際落ちてる県内でもね、いくつか落ちてるから、落ちないっていう可能性はないよね。しかもその市街地と違って、まあ、市街地は市街地でちょっと結構ね怖い、恐怖を感じるところあるんですけども、やっぱり高井区って森の中なんで、彼ら結構こうなんていうかな、好きなように
飛ぶんですね。で、言ってみれば高江のあたりっていうのは北部訓練場はヘリコプターの教習所みたいなところでもあるんで、でもう相当の低空で飛ぶし、だからそういう意味では、またその市街地とは別のその恐怖感っていうのがあるんだよね。じゃあ最初まだ慣れてないヘリコプターに慣れてない人たちが高江区の北部訓練場でまず訓練をするみたいな。あ、そう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 、うん、隊長機とかがいてね、こう後ろからこうやって3台で回ったりとかするんだけど、そうそう、まだそんな、だから徐々にこのなんていうかな、僕はまあ3つあるんですけども、その家族を守りたいとか、そういう何か起こった時どうすんの、どうしようもないでしょ、あなたたち防衛局だってお前どうしようもないじゃん、日本その政府だってお前らどうしようもないじゃん、事故になったって、まあ、ちょいと税金からお金払ってこれでよろしくっていうぐらいの話だろっていう程度のことがあって、その上で事故が起こってるのにこれでいいのかなっていう、その家族の、まあ、住んでるところの危険性に対してのこのノーっていうのが一つあるのと、まあそれと勉強していくと、地球上でもその相当そのヤンバルっていうのは亜熱帯の森林な、森林地帯っていうのは、まあ、地球上でもね実はその数少ないんですよ。大体その海だったり砂漠だったり市街地だったりするんで、まあ、沖縄そのヤンバルの森林ってすごく貴重だ、うん、それをこうなんていうかザクザク切り取っていくっていうのも、そういう観点で言ってもまあ嫌だよねっていうのが一つ、でもう一つはやっぱり沖縄をベトナム戦争の時もそうだったけど、沖縄からそのなんていうかな、アフガニスタンでも、まあ、イランでも、ね、もうイラクでも、もうこれからイランもそうだし、もうシリアもそうだし、沖縄から飛んでいく、そういうそのなんていうかな、その加担している中なんていうかな、しょうがないんじゃないかっていう、意図的な無視のこと、無視をすることで、加担をしているっていう状態のその居心地の悪さ、自分の居心地の悪さで、特に子供がいるから、子供に何て言ったらいいのか分かんない、うん、そういうのがあって、いやもうダメっしょっていうその気持ちだ、まあ、だから今は僕はその3つのその点で嫌だって言ってるんだけど、だまあそれも徐々にそうやって自分の中にこのできてきたものが、そうそうそう、今日はせっかくの機会なので、あ、そうだ、質問でも何でも、はい、そう、素朴な質問を受け取ります、はい、ありましたら直接もう高江の住民の方も映画について何でもいいですよ、うん、はい、分かることは何でも答えます、個人的な質問でも結構です、はい、全然 今高江はどうなってるのとか、この映画の後どうなったのとか、君から質問がいいですよ、君から質問が出たら、じゃあそれ言わなきゃいけないね、映画の後はですね、まあ、とりあえず、ヘリパッドが1個できて、6個予定のうちのヘリパッド1個できて、で、今も作られようとしてる、で、今年の2月に、作られたんですけども、最初の1個が作られたんですけども、僕たちも少ない人数で、で、もうはっきり言って、高江の住民メンバーだけで、だって子供も育てて仕事もあって、24時間体制でそんな座り込みになって監視活動なんかできっこないから、もちろんもう外からいろんな人に声をかけて来てもらって、で、手を貸してもらって、それでその協力しながらやってるけど、まあ全くの少人数でやっていて、で、それでも必死こいてこの、止めたりとかしていると、まあ、彼らも彼らも仕事ですからね、もう基地の中に宿舎作って、月曜日にもう森の中からダバッと入って、で、1週間泊まり込んで、でやると、だからもう入られちゃったらもう僕ら止めようがない、それで、まあ、今2個目もそれがそういう状態で、着々と、まあ、そのヘリパッド基地は、作られている、だからもうちょっと人が多ければ、まあ、そのね、この映画で出ているような激しい戦いではもう今ないんですよね、
うん、この激突ではない。もうただもう作業員が森からスッと入っていく。それをこう、なんていうか、あそこから入った、だいたい入るとこも決まってるから、そこに人がいるかいないか、で少ないからあそこに人を避けないなっていうんで、結局そこ空いてたら監視の車とかふーって来て、で、あ、空いてるぞっていうことでバーって入られちゃうみたいな感じなんだよね。だからもうちょっと人がちょっといればなとは、うん、はい、なんかありますか、はい、なんかございますか、はい、坂田明さん、それで今その2つ目を作ってる最中なわけだよね、うん、はい、でこれやっぱりそのいたちごっこをしてる間にどっかの隙間ができるか、できるからそこでまたそっと入っちゃうっていうと、このままやってると、まあ、できちゃいそうな感じがするよね。そうだね、できると思う。できるよね、うんうん、で向こう作ろうと思ってるし、そうで全部やる気だし、うん、沖縄県民のことなんか聞くどうでもいいわけだから。そうですね、日米合意と言ってることでアメリカに言いなりなわけじゃない。そうですね、まあ、基本的にまあ日本の首相ってアメリカの言ってることに反対したらクビになっちゃうからね、うん、そういう中で高いの末端の部分でさ、はい、わーわー言ってもね、はい、ほとんどなんかすごい悲しい感じがするんだけど。悲しいよ。悲しいよな。悲しいよ。いや俺も見たけどね、うん、あいつらヘリモードで飛んできて、飛行機モードでまた行ったから見せてくれたのかと思っちゃったけど。あ、そうね、ちょうど来た時にね、見たもうヘリモードも飛行機モードも全部見せてもらったからね。こんなもんサービス満点だとか言ってね。よく分かったんだけど、そうそうそう、でやられちゃうよな、これ。あのね、僕思うんですけど、マトリョーシカっておもちゃあるじゃないですか、ロシアのね。なんかね、そういう感じに思うんですよ。結局その日本の中でそのさっきも言ったようにその意図的な無視、もうしょうがないっていうことで、まあでもしょうがないはしょうがないんですよ。もう生活があって、ね、子育てがあって仕事があって、もういっぱいいっぱいで、その他のことは考えてらんないっていうそのことで、結局その沖縄に基地がしゅるっとこう集約される、うん、でその沖縄本島の中で、その高江にこの基地が集約さ、あの、まあ、基地があって、でその、沖縄全県でこう映像にもありましたけど、10万人のその県民大会でオスプレイ配備反対していると言いつつ、高江区のヘリパッド基地建設には反対しない。おかしくないですか。おかしいね、うんうん、それは、基地負担軽減になるから、うん、ね、森が半分返されるから、うん、基地負担軽減になるから、そこらは黙ると。だから10万人の県民大会でも高江に関しては、なんていうの、 NG ワードだったんですよ。発言されなかったけど、一番最後に加藤弁護士っていうのが発言し、最後に最後にしてくれたけど、基本的に NG、それは今もそう。だからそれはその沖縄県の中でもそのね、沖縄県民を差別するなとか言いながら、その高江に関しては目をつぶっているっていう、そのなんていうか、このあの蓋を開けるとこの小さな差別があって、またそれを開けるとまた小さな差別があってっていう、そのこの、パワーバランスがこのずっと同じその縮図が、この同じ構造が、うん、続いてるっていうことを僕は思うんです。だからこの映画だけに、まあこのやっぱり映画にこの時間の中に全て込められないから、あのあれだけども、もうまあいろんなことがあるということはあるんです。はい、はい、ありがとうございました。他に何かございますか。はい、33歳のものです。はい、東京在住です。はい、この映画を見れて本当に良かったと思っています。少ない人数と言われていますが、はい、本当に石原さん、はい、そうです、石原です。石原さんたちが、はい、声を上げて、はい、そしてそれが映像化されたことで、はい、全国の人間が知る機会が得られたと思っています。はい、皆さんの勇気に本当に励まされました。はい、その上でですね、はい、まあ、作られるということなん、作られる過程ということなんですけれども、はい、この、 夏のですね、参議院選挙で、はい、糸数恵子さんが、はい、受かられたと。はい、あとですね、唯一その
日米安保にですね、はい、反対している例えば某革新政党ですとか、はい、が、まあ、躍進したというふうにも言われていますが、共産党、あ、そうですね、あ、はい、そういったあの選挙結果をどのように皆さんはご覧になられてますか、教えてください。あ、そうですね、まあ、よかったと思います。そのなんていうかな、まあ、糸数さんがだってね、その大体自民党が勝っているのに、どこの県でも沖縄県だけね、こうやって糸数さんが勝って、あ、やっぱここら辺はみんな、なんかそこら辺はやっぱ沖縄県民もあのやっぱりさすがに自民じゃなかったんだなみたいなあのこともありますけどね、はい。でそうだな、共産党とかもあるけど、でもやっぱりさっき言ったように政治ってなるとものすごい大枠で語られちゃうんですよ。だから高江は後回しになるんですよね、大体。うん、だからそのまあ実際そのさっき坂田さんが言ったように、その小さい高江でごちゃごちゃやっててもどうなんだっていう、だからその政治っていうのは水道でいうとこの蛇口なんですよね。で僕らこの出しちゃいけない水が、出ちゃいけない水がダーダー流れているこの水道をこうやって俺ら手で止めてるんですよ、水を。でも本当だったら蛇口閉めりゃいい話じゃないですか。でも僕たちには閉める力がないんですよね、個人個人一人一人にはね、この閉められないから、だから、その政治がこの蛇口をキュッと閉めてくれって言って、その議員に働きかけたりとかそういうことをしていくんですね。だから本当はこうやっててもしょうがないんだけど、だからまあ選挙に行くのは当たり前だし、そのいろんな個人個人がいろんな動きをしていって、そのまあ世論として、まあ沖縄のその県知事の中山さんとかもそうだけど、もうノーと言わざるを得ないような、政治家生命が危うくなるからノーと言わざるを得ないようなムードをやっぱり作っていくということぐらいしかできないんじゃないかなと、まあぐらいって言ったら変だけど、まあそういうことなんじゃないかなと。だからそんな感じですね。あの大事なことだけど、よかったなって思うけど、それがその現実に明日フィードバックされるわけでもないので、あのまああまりその一喜一憂しない、そんな感じです。他にございますか。渡辺さん、時間は大丈夫ですか。大丈夫です。はい。5分。どなたかございますか。何でもいいですよ。僕の個人的なことで。日当1万5000円で弁当付きで座り込みをやっているのかどうかとか。いや、これは本当に実際にあの、ね、ネット上とかで、まあ、またあの東村内でもね、まあ、田舎ですからね、みんなその、思ったことを思い思いに言って、それが思ったことを思い思いに言ったことがなんか本当のことのようにどん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 噂になっていって本当になっちゃうみたいなあれなんだけど、まあ、ね、日当1万5000円もらって弁当付きだったらね、なんもうあのね、毎日座ってますわ。来てますよ、ね、うん、みんな大金持ちだよ、一体その金どっから来るんだ。うん、そうだな、あとなんだろう、なければないですか。何でもいいですよ、素朴な疑問。もう今日初めて知ったから、はい、はい、ただようこと言います。あの山上にお世話になったりとか、はい、どうもどうも、はい、あのそうですね、あのいろいろお世話になってます。はい、たけしさんが、はい、あの高江音楽祭っていうのを、はい、あのやってるじゃないですか、はい、私もなんかいつの間にか頃からかその存在を知るようになって、いろんなミュージシャンが集まってきたりとか、はい、いうような活動を、あ、すごくいいなって思ってるんですけれども、はい、それはどういうふうにして、まあ、そもそも始まったっていうか、まあ、だんだん引きつけられて皆さんいらしてるんだと思うんですけれども、だから別にあの定期的ということではなくて、うん、そのなんていうんですかね、縁ですね、縁ですかね、縁です。あのタイミングだし縁だし、でもともと僕あのやっぱり音楽やってるんで、そのやっぱり政治ポリティカルなね、政治的なこのメッセージっていうのをストレートに、ねえお前これ聞いてくれとか、沖縄県民にも、お前うちなんちのくせにお前こんなことわからんかった、お前ダメじゃないかとか言ったら引くだけなんです、向こうは。だから言わない。で面白いことをやっていけば
自然と人は来るんじゃないかなと思って、でまあやっぱり自分の住んでるとこを楽しくしたいから、その、まあ以前からその2006年からね、七尾旅と呼んだりとか、そういうぼちぼちそのコンサートみたいなのやってる、みんな音楽好きだからやったりはしてるんですけど、まあいろいろちょっとやっぱり僕もなんていうかな、この政治色というかそういうものを出さないように出さないようにみたいな感じで、ちょっとこの、まあその遠慮しながら遠慮がちにやってたんですけど、まあ去年ぐらいからその高い音楽祭っていう名前で、もうどう思われてもいいやみたいな、とりあえずおもろいことやっていこう、ゲート前でもライブしようみたいな感じでもう開き直ってやるようになって、もうとにかくもう、面白いこと、楽しそうなこと、美味しいこと、そういうことをやっていかないと、若い人間は、来ないし、なびかないし、なんていうか、なびかないって変だけど、興味持たない。うん。そう。だから、映画でも出てたけど、やっぱり人たちばっかりですでしょ。どうすんのこの人たち死んだら。本当に。うん。どうなんだろうと思って。いや、ちょっと結構恐怖ですよ。それは。で、やっぱり東京とかではなんかこの嬉しいっていうか、そのね、原発のことに対してその結構若い世代、お母さんとかそういう人たちもこの動いてるけど、沖縄県内ではどうだっていうと、まあまあ見た通りですよ。だからそのもっともっとそのなんでだろうね、まあ佐賀さんも来たし梅津さんも来たし、七尾旅人とか遠藤美志郎、勝裕二とかいろんな人が来てるけども、そのまあ二次的な、おまけ的な要素としては、まあ、一番最初はもう楽しもう、うん、だし、二次的な要素としてはこれでひょっとして、ね、来て高屋の空気を吸って、ああここなんだ、こういうとこなんだって言って来てみた人が何か持ち帰って何か考えないかなっていうこと、多分それがすごくなんか有効なんじゃないかなっていう気がしてて、はい、私も最初聞きつけて山上行きたいって、高井に行きたいって言った時はやっぱりなんかそんなによく知識もないし、はい、実際に行ってなんか座り込みとかお手伝いをするとかそういう意識もなんかこうちょっとないって言ったら変ですけど、分からないものが行くとかえってなんかどうなんだろうっていうちょっと不安な気持ちみたいなのもあったんですね、はい、うん、だけど行くことでそこの空気というか感じられるじゃないですか。だからやっぱそれはすごい良かったと思って、で何より山上すっごくいい場所だし、うんうんうん、美味しいし、あんなところは沖縄でもまあそんなにいっぱい行ってないですけども、うん、初めて行ったというか見たことないとこだったんで、そこに行ってみないっていうだけでもいいのかなっていう気がして、そうそうそう、ね、行こうよって、うん、だから例えばイベントとか美味しい山上のカフェに行こうよっていうのは言えるじゃないですか、友達誘えるじゃないですか、座り込みに行こうって言うと、いや、だから、まずさっき、その、陽子さんが言ったみたいに、その、なんていうかな、だってデモやったらわかるじゃん。いや、デモのことわからないし、やっぱりちょっと勉強しないと、勉強しない、してないから、ちょっとこの、腰が引けちゃうみたいな。いや、来りゃいいんだよって。勉強いいよ。入ったらなんとかなるから、みたいな。知れるから。いろんな人と知り合えるし、教えてもらえばいいじゃん。同じなんです。高屋も一緒、座り込みもね、知らなくていいよ、来たらいい、遊びに来い、うん、全然いいんだよ、来てください、遊びに、ね、で、1時間でも2時間でも立ち寄ることで、もうなんていうかな、その来た人はさ、第一歩踏み出してんだよね、実際に行動してんの、ネットでどうのこうのじゃなくて、実際に行動してる、そのことで第一次情報っていうのがもうその人が持ってるから、ああ、どういうとこだったよ、みたいなね。だから、気軽にね、まあまあ気軽にって言っても大変だと思うけど、いろんな時があるからあれだけど、まああまりその深刻に考えないで、来てみてほしいなっていうのが、まあ本当のところですよね。うん。まあただ、その、現場ではいろんなシーンがあるんで、自分をしっかり持って、うん。いろんな人のいろんな意見があるけど、その、まあ年配の人だからなんかここの高屋のことにはベテランみたいだからでいうことをただただ聞くんではなくて、どんどん質問とかして、自分が納得いったら行動するみたいな風に、できるようにね、そんな、まあ、自分をしっかり持ってきてほしいなっていうのはありますけどね。はい、はい、今石原さんすいません、そろそろお時間が近くなって、あ、そうですか、すいません、
CD 販売しておりますので、そうですね、お話をそうなんですよ、自分の宣伝させてもらうと、僕はミュージシャンなんで、ミュージシャン、ね、ギター弾きなんで、まあ、昨日もちょっと坂田明さんとこの荻窪でやらせてもらいましたけども、明日なんかは祖師ヶ谷大蔵で、無理食いというお店で、木戸夏樹さんという人と木田智彦さんというギタリストと、3名でライブやらさせてもらいますけども、自分のそのセカンドアルバム、ソロのセカンドアルバム発行する世界というのが1万2000円でそこに置いてあります。ぜひとも1万2000円1万2000円ですね。うん、で、まあ、それがもうとっても、まあ、僕にカンパと思ってください、本当に。ね、音付きカンパだと思ってください。まあ、内容は、ね、買って聞いてみて、好きか嫌いかっていうね、あれやってくれればいいと思います。ぜひとも、かなり、オスプレイ配備された後に、ほぼ出来上がってた内容を全部入れ替えて、作り直したあのアルバムで、ちょっと気持ち入っとるんで、まあ、買ってください。はい、いいアルバムですので、今受付の方にありますので、あとこう出たところに高江の支援グッズ、この T シャツですとか、はい、もう売っております。売り上げは高江の住民の会のカンパになりますので、ぜひご協力ください。あと今署名をやっておりまして、はい、映画でも出てましたスラップ訴訟、今最高裁に上告をしているところです。そこで最高裁の方に、ぜひともこの、スラップ訴訟を取り上げてくださいという署名を今やっておりますので、ぜひ帰り際にぜひ署名の方も、はい、お願いいたします。最高裁の場合ね、なんか破棄される場合が多いんですよ。らしいですね。だからそれをこのちゃんと取り上げてくれと、最高裁でもちゃんとその議論してくれというようなことで、署名なんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、石原武さん、浦野かおるさんです。ありがとうございました。ぜひ高いに来てください。他で、まあ、いろいろ質問あったらいくらでもプライベートで受けますので言ってください。